皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は久々にミスタープレッパーですね、やっていきたいと思うんですが、こちらの新たに発売された DLC アニマルファームを導入してプレイしていきたいと思います。はい、ということで2023年3月11日に発売された新 DLC ですね。タイトルの通り、動物をいろいろ育てられるようになるのかな。新しいストーリーも追加されてるみたいですね。これで見ると、5日目以降に届く農場への作業指示書をお待ちください。これ、前回の続きかでもいけんのかな。とりあえず続きからやってみましょうか。ダメだったらまた新しく始めてみましょう。あ、結構もうロケットも完成はしてますよね。ただ生活要素をいろいろ入れたいですからね。あ、武器もいろいろ持ってんな。あ、作業指示書来ましたね。なんかどういう状態だったかいろいろ忘れちゃってるんですけど、これ開けてみましょう。作業指示書農場。親愛なる市民へ。君はホワイトサンズ農場の修復維持を担当する仕事に任命された。当局から、あれなんですね。そこで新しく作んのかな？行けますね。ホワイトサンズ農場。行ってみましょうか、とりあえず。来ましたね。この件に関しては以前もお話しした通りです。ここら辺日本語なってるんですね。あ、女性のエージェントってことこれ。この農場の状況は未だに標準未満。改善しなきゃいけない。農場で暮らす感じなのか。おう。ヤギがいる。ひどいですね。それで主人公が派遣されてくるのか。大統領に囲われててる。この人が新しい監視官になるってことなのかな。話すことはない。メインのストーリーとは全く違う感じなんですかね。いろいろ出てきたな。はい、とりあえず話してみましょうか。ミスタープレッパー来た。維持管理の手伝い。よく見たら肩に鶏が乗ってんですね。キャツラのせい。どういう状態なんだろう。見てみたい。ちょっとボロボロってことなのかな。この鶏はヘンリーってこと？背が強そう。家畜小屋まで。なんかいろいろ秘密があるわけですね。ヤギがいる。納屋ですね。放し飼いになってんの、これ。攻撃はしてこない。餌とかがあって、餌箱。これも壊れてるわけですね。なるほど。
鶏小屋近くを掃除すると、うん、去ってる。これをまずあれしちゃえばいいのかな、片付ける。まあすぐ終わりそうですね。はい、きれいにして、地下は掘らないのかな。この先も見てみましょうか。何か隠してると。いける。あ、これは壊れたヘンス。ヤギが壊したのか。ヤギを囲うゲートか。なるほど。本当に農家暮らしをしていく感じなのかな。ここで寝泊まりもすんのか。あー、家畜用ゲート来た。作業台は自宅にしかないですよね。自宅も改造したいですね、せっかくなんで。いろいろ資源は多いんで。これで、あー、これでできるようになるのか。ここの自宅はもう、あれかな。監視はされてない状態でしたっけ、確か。だから、このまま、新しく、作っていっても良さそうですよね。この奥ら辺、新しく作ってもいいですよね。ああ、これ2部屋分やっちゃってもいいのか。前は確か電力とかも使いすぎてると、あれだったけど、ここら辺はオフでいっか。とりあえず寝ましょう。もうスタミナもないですもんね。寝た方がいいな。はい。森の中ミッションもまだあれなのか。完全にはクリアしてないのか。ここら辺もやっちゃってもいいかもしれないな。あー、ポストマンが行方不明と。これは全部食べて。あー、干し草とかもゲットしてるんだ。はあはあはあ、エナジーバーとかある。まあまあいいや、行きましょうか。まあ、格好がライフル持ってますもんね。はい。これで作ったんで。あー、これでもう持ってけばいいのか。はい、ゲート。あー、腹ペコなのか。育てんの大変そうですね。干し草あげんじゃないの、やっぱ。三つあるけど。はい、修復完了。餌ですよね。家畜に詳しくないの。はあ。何あげてんだろう。あー、小麦。ヤギは干し草。鶏は小麦と。あー、これか。ガマみたいなやつか。野良の小麦。これでいいのかな。またすぐ生えてきそうですもんね。あ、干し草もいっぱいあるな。これは取れないの？とりあえずここに、育て方を今学んでる感じですよね。それで鶏ちゃんはいけるかな。で、ここに、干し草を、あ、なるほど。こう半分ぐらい全部入れた方がいいのかな。こんぐらい入れとくか。あ、食べてる食べてる。はい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 。いいですね。餌をあげると。こう、お腹いっぱいになればいいのかな？ああ、もうなくなって全部あげた方がいいですね。
いや、よく食べるな。あっという間になくな。あー、いけましたね。完全に空になった。壊れてんの？あ、これも修理するんですね。これを入れて修理すればいいのかな？はい。壊れたフェンスの修理ですね。おー、いいんじゃないですか？ヤギの乳、あ、ミルクだ。ヤギの乳搾り。あ、ダメ。あー、ハサミ。なるほど。毛を切らなきゃいけないんだ。結構お手入れが大変そうですね。ボサボサ。ハサミをまた作ればいいのかな？なるほど。はあ。受け入れてくれた感じか。あ、ニワトリくれた。飼いたいですね、ニワトリ。あ、設計図もくれた。これ、自宅でやりたいですね。卵欲しい。ハサミを探す。どこだろう。ん？あ、犬がいる。あ、この奥の方なのかな。あ、開いた。あー、だいぶ広そうですね。あ、いろいろとある。小麦畑に向かう。こっち側行ってみましょうか。いやー、広そうですね。ハサミある？攻撃方法とか忘れちゃったんですけど、普通に撃てましたっけ、これ。ここは？あー、小麦畑。なんか狼とかいそうですよね。あ、分かれてる。こっちが、手前の方行ってみましょうか。あー、ラット。攻撃どうするんでしたっけ。あー、E と Q か。ちょっと待って、これ。ピッケルで。これでやる？ね、ネズミいっぱいいるのか。あー、2番で、こう食べながら HP 回復できましたよね。ちょっと待って、斧の方がいいな。斧にしましょうか。いや、バットにしようかな。隣接が、いろいろ欲しいですね。戦闘 E と Q か。いろいろ忘れちゃってるからな。まあ、ネズミだけだったらなんとかなりそうだけど、あー。何これ。カカシが。恐ろしげなカカシ。ハサミ全然ないですね。犬の足。あ、こっち側なんだ。行ってみましょうか。あ？あー。あー、嘘！危な！なんかありません？結構いっぱいいるな。斧壊れそうだけど。めちゃくちゃいましたね。お肉取れない？なんかそこ首輪みたいのありません？ああ、これで取れる。犬の首輪。狼だらけだったけど。ああ、湖？ん？畑を抜けたんだ。ああ、ロック解除された。森の近くってこと？こっちまで来てるんだ。罠の看板。引き返せ奴らが見てるぞ。どういうこと？
ここで釣りできんのかな。あー、なんか魚これが釣れるのか。サーモンとか。なるほど。天候によって釣れる魚が違うんだ。釣竿はまだ持ってないですね。あ、ワンちゃんいた。近寄らせてくれない。うん。犬のことを聞く。あ、そういうこと。じゃあ一度、ウィルの元戻りましょうか。それですぐ戻れますもんね。あ、スタミナがもうないや。へぇー。ワンちゃんを手なずけないといけないのか。あ、飼ってないの。ああ、友人の犬なんですね。あ、ネズミの肉でいいんだ。なるほど。ああ、カメラがありました。ああ、政府のカメラなんだ。なるほど。わかりましたね。カメラいっぱいありましたっけ？ああ、これかカメラって。なるほど。で、ネズミ肉を、このまま揚げてくれるのかな？はい。これで仲良くなるのか。ああ、ありますね。ワンちゃん帰んのかな。ハサミですね。それでヤギの毛を飼ってあげるのか。はい。OK ですね。これは重要そう。とりあえず今日は自宅戻りましょうか。鶏を飼いたいですよね。あ、バックパックがいっぱいある。鶏の世話本。はいはい。あ、来た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 。餌場と、これが作れるようになったってこと？干し草が必要なのか。とりあえず羊のあれ行くか。あー、これで切ればいいのか。毛を刈ると。はい。こっち側も毛を刈って、毛を刈る。OK ですね。あー、だいぶ増えたな。布材になるんだ。あー、で、ミルクも取ると。いいんですね。いろんな資源が取れるんだ。あー、卵とミルクですよね。牛乳パック、あ、卵か。あ、ありますね。これを。ほう。ナイトクリックチキンホーク調査。あ、なるほど。これで全部取れるんだ。あー、持ってきた卵やミルクを買い取ろうと。はいはいはい。あー、アンロックされました。なんかお店もいっぱい出てきたな。なんかまたくれた？あー、これか。目玉焼きとチーズと、これは何？切り身。いろいろもらえたけど、まず鶏小屋を作りたいな。鶏小屋を製作。で、餌場も製作と。トウモロコシ。
あー、トウモロコシとかか。鶏小屋この辺りに作ろうかな。あー、このサイズなんだ。ここ2つぐらい、まあ、3つぐらいここつなげちゃうか。はい、ちょっとやれるだけやって、ライトも必要ですよね。で、鶏を飼おう、ここで。で、この部屋にライトですね。もうちょっと明るいライトってないのかな、これ。だいぶ暗いですよね。で、ここに、端の方に、詰めておくか。はい。こうやってドアを通り抜けてきちゃうのかな。餌も置いて、この扉って通り抜けんの？なんか餌がないとな。あー、やっぱ種はそのまま入りますね。はいはいはい。じゃあこの種を餌にして、鶏を置いてみるか。こういうこと？あ、食べてる食べてる。それで飼えばいいか。鶏いけましたね。それで卵をここで産んでくれるのかな。騒がしそうだけど。はいはい、あー、いいですね。動物は飼えるようになった。で、ここは飾っていくか。はい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 。ここら辺もっとでかくしたいな。だ、魚とかも、水槽とかでいけるのかな。だとするといいですよね。もっとこの地下シェルター、いい感じにしていきたいな。よし、じゃあ、この調子で拡張ですね。あとは、農場クエストか、やっていきましょう。